例えば子どもの場合は喘息、高齢者の場合は認知症などの疾病が増加しています。これらは生活環境中の化学物質が関与していると考えられています。そのため化学物質が人の健康にどのような影響を与えるのか、より正確に評価する必要があります。実験動物に化学物質を投与して、その結果をもとに人への健康影響を評価しています。ただ動物と人とでは種の違いがあるため、動物実験では人の健康への影響を正確に把握するのは難しいです。そこで人 ES 細胞を使った実験を行いたいと思うようになりましたが、使えるようになるまで長い道のりがありました。人 ES 細胞を使用する場合、生命倫理に関するさまざまな手続きが必要です。細胞が使えるようになるまで1年半かかりました。当時は人 ES 細胞を培養する条件がよく分かっていませんでした。何度も条件を変えて実験を行いました。この人 ES 細胞を使ってメチル水銀が人にどのような影響をもたらすのかを明らかにしました。国際的に動物実験を減らす動きが加速していることもあり、この方法は海外で高く評価してもらっています。 ES 細胞ばかりでなく iPS 細胞など他の細胞でも化学物質の人への健康影響を評価できるような方法を作りたいです。動物実験でできなかった人への健康影響を予測できるようなシステムの確立を目指しています。